現代の乗用車のダッシュボード、ベントレーコンチネンタル GTC ダッシュボードは、自動車においてフロントウィンドシールドした前席正面にある内装部品全体を指した名称。運転席正面には通常スピードメーター、タコメーター、燃料系、水温系、距離系など、自動車の走行に必要な情報を指し示す、軽器類が配置されている。これら計器類部分を指して、 インストルメントパネルという。これはアメリカ英語でイギリス英語ではフェイシアという。もともとは馬車の業車を馬が蹴り上げる小石や泥バネなどから身を守るために設けられた魚車席前方にある保護板のことで馬を加速させる際はこの板を踏みつけるようにしたという。自動車早々機にこの板に軽気類を取り付けたのが始まりとされる。 ジョン・カイ・ケネディ時代の米国国防長官、ロバート・マクナワラは、報道者の幹部であった時代にいち早く安全プログラムを指導し、1956年、干渉剤で覆われた安全なダッシュボードを発表した。これは、セーフガードと名付けられていた。しかし当時の消費者にはほとんど関心を持たれなかった。1970年代になってから安全性向上の対策として、 干渉剤で覆われたダッシュボードが広く適用されるようになる。干渉剤の主流はポリウレタンフォームで表面をポリエンカビネルまたは比較でカバーしている。北米を最大の輸出し向け地としていた各国の自動車メーカーも北米向けを皮切りにハンドルのセンターパッド、三点式、シートベルトと合わせて干渉剤付きダッシュボードを導入した。 1990年代になると、運転席側にエアバッグが、米国など数カ国で必須となり、間もなく、助手席側にも広く装着されるようになる。走行時のインストルメントパネル2003年のトヨタカイ、1の、ステアリングホイールケーキやスイッチ類をひとまとめにした、V をクラスターと呼ぶこともあるダッシュボードには、様々な用途で様々なタイプがある。芝刈り機、農業用、トラクター、 黎明期の自動車では、ダッシュボードに装着されているのは、ステアリングホイールとイグニッションスイッチだけだった。ナスカーなどの競技車両では、アルミや繊維強化プラスチックなどの板1枚が、ダッシュボードとして取り付けられる場合も多い。新たに取り付けたいケーキがあれば、適切な場所を見つけたんに穴を開ければ、すぐに取り付けられる。高級車では、ケーキ類周辺のパネルにリアルウッドを貼った。 ウッドパネルが用いられる。かつてはパネル全体がウォールナット材やローズウッド材などの厚い木の板で作られていたが、現在は樹脂のパネルに高級木材の付き板を貼り重ねることで安全性と軽量化やコストダウンとのバランスをとっている。木組調とされているものはフェイクウッドで単なる樹脂部品であり、木材は使われていない。これは 水圧転車などで部品の表面に木目模様をつけたもので、元木では量産が不可能な構造や形状にも簡単に対応できる。最近のフォーミュラワンカーではダッシュボードのスペースはなく、ステアリングホイール自体が軽基板を兼ねている。オートバイやスクーターでは乗用車用ダッシュボードのコンパクト版といえるようなものが用いられるが、ここにオーディオプレイヤーや GPS ナビゲーションをつけられるものもある。20世紀中頃にはカーラジオが普及し、ダッシュボード上、またはその下部に装着されるようになった。最も重要なものはステアリングホイールと軽基板である。軽基板にはスピードメーター、タコメーター、オドメーター、燃料系、水温系などが装着されている。ダッシュボードの上部には通常オーディオ装置のスピーカー。 ヒーターやエアコンの紛失し口などが装備されることが多い。助手席側には通常グローブボックスが設けられている。もともとグローブボックスは自動車の運転もしくは整備に着用する手袋を収納するための空間であったが、今日では小物入れとして、もっぱら自動車検査所入れとして用いられている。1 9八十年代以前の乗用車には後付け式のカークーラーが 助手席側ダッシュボード下に吊り下げられることも多かった。軽自動車など比較的低出力の車の場合にはカークーラーシステムを模した後付け式電動、ブロアモーターが装着されることもあった。この時代にはカーオーディオモディン規格のものが存在しなかったために社外品が助手席側ダッシュボード下に吊り下げられるように取り付けられる場合があった。現代の乗用車には カーナビゲーションシステムが装着されることも多い。自動車業界用語としては、インストルメントパネルとダッシュボードは通常同じものを指す。使用する人によっては、インストルメントパネルが景気板のみを指し、ダッシュボードが助手席も含めた全席正面部全体を指す場合がある。しかし、製造しているパーツメーカーが自社の製品を指す場合や、 自動車の取扱説明書などを含む技術系の用語としては全席正面部全体を指す故障としてインストルメントパネルが使用されている場合も多い。日本では通常フロントウィンドウ下に運転席前方から助手席前方にかけて存在するパーツ全体を指す。英語では同等部分を指すが使用される文脈によっては景気板のみを指す場合もある。 全席正面部の水平な部分のみをダッシュボードという場合や、景気板や操作部が集合している部分をダッシュボードと呼ぶ場合もあり、オートバイのメーター部分や競技者の操作部がまとめられた、ステアリングホイールも含みダッシュボードと呼ぶ場合もある。干渉材付きダッシュボードが一般化した後は、インストルメントパネルをダッシュボード、それ以外の干渉材部分をソフトパッドと呼び分ける場合もある。 日本でも一部で用いられるが、一般的ではない。グローブボックスとは修理時など外し方も解説。必ず車検証を入れる必要もある m o b h t t p s c a r m o b y j p 9 8 3 7 9 2 0 1 9年3月3日閲覧。自動車なんでも用語集グローブボックス、グローブ、ボックス、日韓カーセンサー。 https://www.car.sensor.net コロンススララッッシシュュスラッシュコンテンツスラッシュダームスラッシュカテゴリー 466589html2019 6年3月3日閲覧ことバンクグローブボックスとは2019年3月3日閲覧ありがとうございます